皆さんごきげんよう、佐藤です。本日はお裾分けるメイドインワリを遊んでいきたいと思います。相変わらず一人で遊んでいくんですけど、見てくださる皆さんにお裾分ける気持ちで遊んでいきたいと思うので、一緒にやっていきましょう。はい、おー震える。ストーリープレイ人数1、2、ローカル通信。はい、相変わらず一人なんですけど、バリオのゲームは昔鼻毛抜くゲームとかを遊んでました。鼻毛抜いてたことだけは覚えてるんだけど、それ以外のことはよく覚えてません。でもとっても楽しかった。ストーリーって書いてあったよね今。ニュー、これは地図かな。最初のデモムービーはね、ゲームの中にワリオとワリオの仲間たちが吸い込まれていくみたいな感じだった。おお、喋ってる。あれ、体が軽いと思ったら宙に浮いているじゃないか。いいな、ゲームの中だからかな。まあ便利なのでよしとする。夢の世界と思いそう。金儲けのためにお宝を探したり、ゲームを作ったり、ニンニクが大好き。いつもちょっと臭い。私もニンニク好きだから友達だよ。バリオは向いてる方向にアタックします。はい、 A ボタンを押したタイミングでアタックするんだね。 OK。 あ、ちょっと待って、下がね、移動アタック。あ、 OKOK。 操作方法のところにちょうどパソコンがあるのでよく分かんなかった。壊せ、これ全部壊したかね。はーい、すぐ押せ押せ、ういおい、これはなんだ、倒せ、うい、イエー、これを押せ。オッケー、脱出しよう。手始め。これは俺様が作ったステージ。バリオの声全然できん。これは敵かな、ノイズみたいな感じかな。あー、あいつの通った跡が汚くなってるぞ。まずい、俺様のステージも汚れてしまう。ほら待て、お掃除テーマなのか。ニンニクバナナ、頑張って起きて。徹夜で働いてる皆さんでしょうか。なんだなんだ、宇宙なのかな。宇宙にワリオの鼻が飛んでいって、どういう状態。さっきね、ゲーム会社にいたんだよ多分ワリオが。おお、えらいことなってる。ゲームスタート。はーい、それはスイッチ持ってんのかな。おお、移動アタック。あ、いやいや待って、取れって何よ、取れ、これすぐ、おお、イエス。あ、胃がすっきり。あ、胃に刺さってたの今。はいはいはい、これ倒すのかと思った。全部取れ取れ、全部取れ、取った、イエスイエス、勝った。次のゲームね、眠らせろ、すぐ、あ、すぐすぐ、やばいやばい、寝た。あ、オッケーオッケーオッケー、そんな感難しくない、よく作られてるよね。スピードアップ、はい、頑張る頑張る。あ、誰誰、友達、ワリオさんここにいたんですね。クリケット、なんだ、 2P プレイか。強さを求めてマンティスの元で修行中。真面目で素直、肉まんが好き。そろそろ肉まん食べたい季節だよね。クリケットはジャンプが得意です。長押しすると高くジャンプします。承知。おー、長く飛べる。お、本当に長く飛べるね。よいしょ、 OK、 押し込め。はい、ワリオよりも地面に足がついてるからスンスン進む。18ボルトもあるとよ。かかためんだ。なんて言ってるんだ。ここに来てから頭のディスクがいくらでも投げられるようになった場合、これなら動かんでもよかね。博多弁もどきって感じだな。ラップが得意な小学生なんだ。たまに大人と間違われることがある。レトロゲームが好き。いいね。倒してる方向にディスクを投げます。ほうほうほう、分かった。じゃあ移動がないんだね。あ、これなんかなんだっけ、こういう操作のやつも楽しそう。オッケーオッケーオッケー、腕、あ、打ったら移動できるんだ。え、すごい。3人で交代しながら戦いましょう。いくぞ。はい、 OK です。戦った。おお、覚えろ。こっちこっち、合わせ、スイッこっちで合ってるでしょ。あ、オッケーオッケー。ちょっと理解するために無言になっちゃう。ネガネガショット、オッケー。やつを倒してる。あ、合ってた。全部光らせろ。
たよ。これだ。早くない？抜け。抜け。ああ、勇者だ。ほら、やった。ハーティングの剣だ。全部出せ。全部出せ。おお、守れた守れた守れた。鼻打ちそうになったよ。おお、ボスステージ来た。ワリオのステージさっきからうまくいってない気がする。ずっとワリオ立ちしてるんだよね。何何何、ニンニク山、何倒せ倒せ、やめて、死んだ。難しいぞ。まさかこの私が初回でこんな目に遭うとは。どこから？ボス再挑戦。あのトゲトゲがついてるの当たっちゃダメってことだよね。なんかニンニク屋も守らなきゃいけないのかなと思って焦っちゃった。頑張るよ。やった？いや、そんな簡単じゃないよね、ボスだから。何千回あるってこと？スイッ！オッケー！オッケー！オッケー！まだ3体ぐらい来るか。お、ひじきが飛んでる。ひげかな？これ何？おーおー！オッケー！針の出る場所を見ろってことだね。これ失敗の数に限界があるんだ。で、私が今まで失敗してたからここであとラスト1回の状態だったってことだね。おい、すい、意外とさ、ちゃんと当てなきゃ当たんない。頑張ろう。これしながらスクワット効果も得よう。オッケー、後ろくる、すい、オッケー、はい、オッケー、上手で、ピコンピコンピコンって来てるときは隕石が落ちてくるね。だから隕石のこともよく見ときましょう。はい、先にこっち、オッケー、オッケー、そろそろか。そこのしてくると次は一個しか開かなさそうだね。次はえ、いたな。そこしてくる、大丈夫大丈夫。今オッケーやったぞ。やったか。結構死んだんだけど、初回にして。やった、ニンニク財宝守られた。再成功。大丈夫かな。結構初回ボス強かったんだけど、手始めてこの難しさ。いたぞ。おお、汚れが消えていく。多分あれはゲームをおかしくるゲームバグだ。なるほど、ゲームバグを全部退治したらここから出られそうですね。ゲームバグに吸い込まれたのかもしれないね。よし、先進むぜ。クリケットって18ボルトが仲間になった。これ多分キャラクターが仲間になるほどいろんな遊び方が増えるって感じなんだろうね。クリアのご褒美として1000コインを手に入れた。ありがとうございます。はい、ワリオ手始め、モナ生活、トイレか、かわいいな、モナちゃん。始めよう。次のバグのとこね。ここも汚いな。ワリオおじさんもみんな、あ、さっきの子だ。わあ、このバイク止まらないの。あ、止まらないのか、この子。売店部活で毎日忙しい女子高生。夢は冒険家でワリオに憧れている。かわいいね。あれを思い出した。大人ひまわり。クレヨンしんちゃんの。モナは向いてる方向に進み続けます。ブーメランはモナと同じように動かせます。結構テクニカルじゃない？あー、わかった。ブーメランはこの方向キーで動かせるんだ。ほう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 、操作慣れるまで難しそう。よし、大人もバリバリ楽しめるぞこれ。とりあえず進んでみましょう。承知。おピロリン。お、モナ生活、うんこ、ひどい、ひどい。私の作ったステージもちょっと汚れてる。ゲームバグのせいね、もう許さない。お任せにしよう。遊ぶ。レッツゴー。レッツゴー。楽しむ。おお、美しいね。モナの家めっちゃ豪邸。おお、
モナーズファンか、ファンだな多分。血はつながってないでしょうね。あさるの、あさってるのもしかして。いやだわ。ただいま。ひどい。あさってるんじゃなくて遊んだってことね。子供たちと暮らしている。マナブーメラン、うわ怖。片付けろ。あ、すごい鼻で掃除してた。金ピカー。はい、これは生活だね。次の日バイトしてるんだね。バイトに忙しい子って書いてあったもんね。また、え、待って、これループループループこれがモナの生活って感じなのかな、毎日の。レッツゴー。あ、かわいい。見つかるな。あー、わかった、隠れるってことね。今わかんなかった。呼び出せ呼び出せ。あー、かわいい待って、無言で目見開いちゃうんだけど。合わせろ合わせろ。え、合ってない、こうか。あ、抜け出せ抜け出せ。オッケー、ひぼーん。スピードアップしてからが難しいんだよね。次は逃げろ。あ、スワッシュちゃダメってこと。え、無理でしょ今の。あ、逃げれたの。でも喜んでる感じだったよね。つなげろ。待って待って待って、難しくない。え、難しい。ちょっと待って、上にどうやってやればよかったの。あ、スピードアップ。下の方キュアと3つしかないから3つしか失敗できないでしょう。じゃあこっちだ。あ、こっちね。落とせ落とせ。落ちた。何だったの今。鼻に詰めろ鼻に詰める。ガーン。合ってる、わかんない、合ってんのね今。てんてんてんだよ。はい、ゲイゲイゲイ。カップルか初めて家に呼んだんだろうな。許せ。あ、よいしょよいしょよいしょ、あーよいしょよいしょ、あーよかった赤ちゃん許すの大変らしいよ。めちゃくちゃやったことないけど。スピードアップ、落とせ落とせ。さよなら、バイバイ。結構アーティスティックなシーンあるよね。線を抜け、オッケー、シュポーンって電気をつけろ。おお、シュポーン。あ、理解するのが早い。脳みそがついてきた。ボスステージ来た。これはゆっくりやったがいい。焦んなくていい、ボスは。え、箱に入れろ箱に入れろ。なんだ、ドライヤーがないの。オッケーオッケーオッケー。ケトルがないのかな。オッケー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 。大丈夫、ゴキだ。え、これとこれだね多分。そうだよね、このゴキ入れの関係ないよね。オッケーオッケー。で、最後の1個がわからんと。最後の1個全部入れる。これ入れて、これ入れて、あとこのカンカンだ。オッケーオッケー。で、ほい、いい感じでしょ。せん、オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いいぞ、いいぞ。いってらっしゃい。バイトをしてるのか、モナちゃんのステージは。え、やったー、クリアだー。モナちゃんのステージ、簡単だったよ。ワリオの方が難しかった。よかった。よかったねー。楽しい。綺麗になってすっきりね。仲間になった。さっき鍵かかってたんだけど、1000コイン手に入れた。やったね、ピカピカになった。次の試合はワンちゃんだ。お、いっぱい選べる系かも。ほうほう、ドリブルスピッツファンタジーなんか語呂が良かった。ナインボルトニンテンドー。え、なに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 、クライゴアテクノロジー。え、これなんだろう、なんかのゲームのオマージュってこと。まずここからいくか。ドリブル&スピッツファンタジー。ここもひどい汚れね。
俺様はこれぐらいの方が落ち着くぜ。そうだよね。いやワリオなんかそんなめっちゃ綺麗好きなのかなって最初思ったけど、不吉。お風呂あんま入んないのかな。ピピン、あ、来た。かわいい。ワンワン王とワンワン王。ワリオハン、ドリブル専用、 1P 専用、 2P 専用、ダイヤモンドシティのタクシードライバー、ご機嫌、ご近所から宇宙の果てまでどこにでも駆けつける。かわいいね。 1P は右に、 2P は左に弾を撃ちます。あー、こっちしか撃てないんだ。じゃあこの感じだと、あ、いや、そっかそっか、押すのか。オッケー。この子は右にしか撃てないという特性を理解して 1P の人は頑張っていきましょうって感じだね。あちこち見て回ったけど、どこもかしこもめちゃくちゃですわ。あ、違うわ犬が喋ってるからめちゃくちゃですわって感じか。ゲームバグはゲーム全体に広がっちゃってるのね。いきます。お縄寺のステージに入ってさっさと退治しましょう。あ、しょぶ、いきます。ファンタジーか。今度はどんなコースなんだろう。ドリブルストスピッツのぶっ飛び惑星ツアー、オーラキーセブン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 、イケイケな感じだね。 D ってなんだっけ、名前なんだったっけ。おお、リズム天国感ある。リズム天国はね DS 版めっちゃやってた。楽しいよね、リミックスとかやってた。でたまにめっちゃいい曲っていうか、あのつんくさんが作ってる曲とか入ってたよね。いきますせ、右しかできないショット、処理しよう。おお、打撃で取れるの処理オッケー、回せ、大きくなった難しい、当てる技ちゃんと見せないと回らないもんね。分けろ、ええ、あ、理解してなかった。次はキキララみたいだったぞ。あんま言わん方がいいのかもしれない、キャラクターも。倒せ、え、オッケー、やりましたわ。地球を守れ、やばい、地球が連打しちゃった。ブーメランは丸押すと戻ってきちゃうんだよね。取り返せ。簡単、別に。いくつ ?1,2,3,4,5 5じゃない、そうだよね、5だよね理解がちゃんといる。チューさせて、チューさせて、押しすぎたらダメなのか。恋愛みたい、水をやれ。来た、オッケー任せんしゃい、ハイタッチ。あー、難しいもう一回やる、続きから。あ、お金かかるの、やり直す、もう一回節約していきたいぞ。閉めろ、あー、外が明るかったのね一瞬でとりあえずどこに何をすればいいのかを理解する時間がいる。突き守れ、オッケー、ギルだった、今体当たりだったよ、ほぼ。チューさせて、オッケー簡単だった取り返せ、オッケー、これも簡単だな。あ、自分で拾わなきゃいけないよね。あ、よし、危ない、当たるな。オッケー、すぐに押しちゃダメだね、すぐ押したいっていう感じもあるんだけど。あ、やばい、ごめんなさい、怒られる。いくつ1,2,3,4 オッケー、あ、5、5やった。あ、そうそう、よ、違う、ちぃ、難しい。1,2,3,4,5 3になっちゃった。え、これどう壊れるの。ちょっと続くからしよう、めっちゃ難しい。コースもね、どんどん変わるから。オッケー、おー、ウサギさんだった。守られろ、これでいい、オッケー、いいのか分かんない。ボス来た、ようやく来た、
まあ、ちょっと慣れたから死ななかったね。なんだなんだ、どんな感じ。この人ね、右からしか攻撃できない。これやっぱ一人だと難しいのかな。守れ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ええ。あ、やばい。間に合った？乗せろって何？オッケーオッケー。乗せろって難しくない？世界観のクレイジーになっちゃう。やっぱメイドインワリオって感じするよね。オッケー、これで元通りやな。そうだね、ドリブルとスピッツが仲間になった。ドリブルだから D か。オッケー、スピッツってなんだろう、犬の名前か。クリアのご褒美として1000コインを手に入れた。いや難しかったな。ストーリーってこれで終わりじゃないよね多分。ナインボルト任天堂やってみたいので個人的に先に行きたいと思います。ピッ、決まっていくぜ、決まっていくぜ。